ブランディステーションの戦い、A、バトルオブブランディステーション、または、フリートウッドヒルの戦い、A、バトルオブフリートウッドヒルは、南北戦争で、すなわち、アメリカの国土で起こった大半が騎兵同士の戦闘としては、最大のものである。ゲティスバーグ方面作戦のはじめ1863年6月9日に、北軍、アルフレッド・プレソントン少将の騎兵隊と南軍 J. E. B. スチュアート少将の騎兵隊との間の戦いだった。プレソントンはブランディステーションでスチュアートの騎兵隊に夜明けの急襲をかけた。丸1日続く戦闘で何度も攻守所を変え、最後に北軍が撤退したが、ロバート・イーリー将軍の歩兵部隊がカルペパー近くで宿営しているのを見つけられなかった。この戦闘によって、東部戦線のそれまでは、南部優勢で推移していた、騎兵同士の戦いの様相が変わった。戦争の、この時点から、北軍の騎兵隊は、力強さと自信を得るようになった。南軍の北バージニア軍は1863年5月の、チャンセラーズビルの戦いにおける、勝利の後、バージニア州、カルペパー郡になだれ込んだ。ロバート・イーリー将軍の指揮のもとに、軍隊はカルペパー周辺に集合し、ペンシルベニア州侵攻のための準備をした。この軍隊には常に、飢えとお粗末な装備という敵が見え隠れしていた。リーは北部を攻撃して、軍隊のために馬、装備と食料を確保することにした。フィラデルフィア、ボルティモア及び、ワシントン DC といった大都市に脅威を与えれば、北部で膨らみつつある休戦運動を奨励できる可能性があった。6月5日までにジェームズ・ロングストリートとリチャード・E・ウェル各中将が指揮する2個歩軍団がカルペパー周辺で宿営していた。カルペパーの6マイル北東にはラッパハノック川の前線を守ってスチュアートの騎兵隊が露営しており、敵の急襲から南軍を遮蔽していた。南部騎兵の大半はブランディステーション近くで宿営していた。スチュアートは突撃する騎兵とか美しいサーベルを持った騎兵という評判にふさわしく、リー将軍によるその部隊の野戦演習の査察を求めた。6月5日に行われたこの大演習には9000名近い騎兵と4個、騎馬砲兵大隊が参加し、ブランディステーションから約2マイル南西のインレットステーションでの模擬戦闘が行われた。この演習場は1863年の当時、そのままに今も残っており、ただ一つ、バージニア警察署が、その一角に立っている。しかし、リー将軍は、この演習に参加できなかったので、6月8日にも、リーの前で繰り返された。ただし、模擬戦闘はなく、単純な行進に限られた。その行動レベルが低かったにもかかわらず、現場にいた騎兵や新聞記者の中には、スチュアートがやっていることが全て自我を満足させているだけで、馬を疲れさせていると不平を言う者もいた。翌日リーはスチュアートにラッパハノック川を越えて、北軍の前哨陣地を襲い、南軍が北へ動く時の監視や妨害から遮蔽するように命令された。これから起こる攻勢を予測したスチュアートは、その疲れている騎兵たちにブランディステーション近くの露営に戻るよう命令した。ブランディステーション周辺にいたスチュアートの約9500名の部隊は、ウェード・ハンプトン、W.H. カイ、ルーニー、リー、ビバリー・ H ・ロバートソン及び、ウィリアム・ E ・グランブル・ジョーンズ各准将とトマス・T ・マンフォード大佐、フィッツ・フューリー准将が、リュウマチの発作に襲われた時は、リーの旅団を指揮したの5個騎兵旅団と、ロバート・カイ・ベッカム少佐が指揮するスチュアート騎馬砲兵6個大隊で構成されていた。南軍には知られないうちに、北軍は1万1000名がラッパハノック川の対岸に集結した。アルフレッド・プレソントン少将は、ポトマック軍の騎兵軍団を指揮し、その複合部隊を2つの翼に分け、それぞれジョン・ビュフォードとデイビッド・グレッグ准将に指揮させ、さらに第5軍団から、複数の歩兵旅団で補強していた。ビューフォードの翼はプレソントンも同行し、ビューフォードの第1騎兵師団、チャールズ・ J ・ホワイティング少佐の予備役旅団及び、アデルバート・エイムズ准将の歩兵旅団3000名で、構成された。グレッグの翼は、アルフレッド・D・ダッフィー大佐の第2騎兵師団、グレッグ自身が率いる第3騎兵師団及び、デイビッド・A・ラッセル准将が率いる歩兵旅団で構成された。ポトマック軍指揮官、ジョセフ・フッカー少将は、カルペパー周辺に敵の騎兵がいることは、北軍の供給線を襲撃するために準備していることを示すものと解釈できた。これに対応するために、プレソントン隊に南軍に対して妨害攻撃あるいは追っ払い破壊することを命じた。プレソントンの攻撃作戦は敵に対して2方向から進軍することが必要だった。ビューフォード翼はブランディステーションの北東2マイルのビバリーフォードで川を渡り、同時にグレッグ翼は南東の6マイル下流にあるケリーフォードで川を渡ることとした。プレソントンの予測では南軍騎兵隊は両翼包囲で吸収され、勢力で劣勢となり、打ち破られるとしていた。しかし、プレソントンは敵の正確な配置を知らず、事態が直面する南軍よりかなり勢力で勝っているものと思い込んでいた。6月9日の午前4時半頃、ビューフォード翼は深い霧の中でラッパハノック川を渡り、ビバリーフォードにいた南軍の前哨隊を蹴散らした。プレソントン軍はこの日最初の大きな奇襲を成し遂げた。ジョーンズの旅団は近くで起こった銃声に起こされ、気の幹のままで多くは馬に鞍も置かず、現場に駆けつけた。南軍はビバリーフォード道路の屈曲部で北軍の先導旅団ベンジャミン・カイ・デービス大佐の旅団を襲い、一時的にその進行を止め、さらにそれに続く戦闘でデービスが戦死した。デービスの旅団はスチュアート騎馬砲兵隊が宿営し捕獲される危険性があった場所のすぐ近くで停止していた。南軍の砲手たちが1、2門の大砲を振り向け、ビューフォード翼の部隊がいる胴に向けて発砲し、他の部隊が逃げてその後の南軍前線となる基礎を構築することを可能にした。砲台はビバリーフォード道路の両側にある2つの大山の上に置かれいた。ジョーンズ隊がこの南軍の砲台線の左に結集し、ハンプトンの旅団が右側に集まった。第6ペンシルベニア騎兵隊がセントジェームズ教会の大砲に突撃し、この戦闘に参加した連隊の中では最大の損失を被った。南軍兵の何人かは後に、第6ペンシルベニア騎兵隊の突撃は、この戦争の中でも素晴らしく栄光に満ちた騎兵突撃だったと証言した。南戦争の多くの戦いでは、騎兵は戦闘に突入すれば馬から降りて基本的に歩兵として戦うのが常だった。しかしこの戦闘では急襲と混乱のためにほとんど乗馬したまま突入した。ビューフォードは南軍の左に回り、ブランディステーションにまっすぐつながる道を塞ぐ砲台を取り除こうとした。しかし、ルーニー・リーの旅団が行く手に立ち塞がり、ある兵士は、ユーリッチにおり、ある騎兵は下馬して、正面の石壁に沿って構えていた。北軍は、かなりの損失を負いながらもその石壁から南軍を排除した。続いて、ビューフォード隊にとっては驚かされたことに、南軍が後退を始めた。南軍は、グレッグの北軍騎兵師団、約2800名が到着したために反応したもので、あり、この日2番目の急襲だった。グレッグは、ビューフォード隊が、ビバリーフォードを渡るのに合わせて、夜明けに、ケリーフォードを渡るつもりだったが、分散した場所から兵士を集めたり、ダッフィー師団が道に迷ったりしたために、2時間を費やしていた。直接、ブランディステーションにつながる道を進むつもりだったが、その道が、南軍のロバートソン旅団に塞がれていることが分かった。グレッグは回り道だが防御のない道を見つけ、この道をたどると、パーシー・ウィンダム大佐の先導旅団が午前11時頃にブランデステーションに到着した。グレッグ隊とセント・ジェームズ教会の戦場の間には、フリートウッドヒルと呼ばれる突き出た尾根があり、そこに前夜はスチュアートの作戦本部があった。スチュアートとその参謀の大半はこの時までに前線に出ており、グレッグ隊が到着した時には、弾薬が不適切だったために残された6ポンド榴弾砲が1門あるだけだった。スチュアートの副官、ヘンリー・ B ・マクレラン少佐が、ジョン・ W ・カーター中尉とその砲兵班、ロバート・ P ・中隊尉の砲兵隊を呼んで、丘の頂上に登らせ、使えるだけのわずかな砲弾を使って、戦闘を開始し、一方スチュアートに緊急援軍を要請する伝令を送った。カーターの数発の砲弾で北軍の進軍を遅らせ、北軍は散兵を送って砲撃を開始した。ウィンダム隊がフリートウッドヒルの西斜面を駆け上がり、頂上に近づいた時に、セントジェームズ教会から後退してきたばかりのジョーンズ、旅団の先導隊がの頂上に乗り入れてきた。グレッグの次の旅団、ジャドソン・キルパトリック大佐が率いる部隊が、ブランディステーションの東に回り込み、フリートウッドヒルの南端と東斜面に攻撃をかけると、その登場がハンプトン旅団の到着と時を同じくすることになった。丘の上を混乱した突撃や反撃が何度も行ったり、来たりした。南軍が最終的に丘を制し、三門の大砲を捕獲し、北軍騎兵隊に、近距離から援護射撃を行っていた第6ニューヨーク軽装歩兵連隊36名中30名の損失を出させた。ダッフィー大佐の1200名という小さな師団はステーブンズバーグ近くで南軍の2個連隊のために遅らされ、戦場にかなり遅く到着したので戦闘に影響を及ぼせなかった。ジョーンズとハンプトンがフリートウッドヒルで戦うために当初の陣地から退く一方、ルーニー・リーはビュフォード隊と対戦し続け、丘の北端に後退した。ルーニー・リーはフィッツ・フューリーの旅団に支援されて、ビュフォード隊に対する反撃を始めたその時に、日没が近かったために、プレソントンは全軍退却を命じ、10時間に及ぶ戦闘が終わった。北軍の損失は907名、戦死69名。負傷352名、不明だが、主に捕虜486名だった。南軍の損失は、総数で523名だった。この戦争では、最大の騎兵主体の戦闘に両軍合わせて、約2万500名が参戦した。損失の中には太ももに重傷を負った、ロバート・E・リーの息子、ルーニー・リーが含まれていた。ルーニー・リーは、ハノーバーコートハウスに近い農園、ヒッコリーヒルに送られ、そこで6月26日に捕虜となった。スチュアートは、この戦闘で、終日戦場を保持し、プレソントンの攻撃を撃退したので、南軍の勝利と主張した。南部の新聞は、この結果について一般に否定的だった。リッチモンド・エンクワイアラー紙は、スチュアート将軍が、先の敵の総挙によって世評に訴えることはなかったと書いた。リッチモンド・エグザミナー紙は、スチュアートの指揮が得意になった騎兵であり、手抜きと悪い管理のなせる業と表現した。プレソントンの部下の士官たちは、ブランディステーションで攻撃的にスチュアート軍を打ち破らなかったことで批判した。フッカー少将は、プレソントンに南軍騎兵隊をカルペパー近くでを払い破壊することを命じたが、プレソントンは、カルペパー方面の威力偵察を行うことを命じられただけだと主張し、その行動を合理化していた。南北戦争では初めて、北軍の騎兵隊が技術を決断力で南軍と対等になった。スチュアート軍が2度も吸収を受けたという屈辱は、騎兵隊に起こってはならないこととされており、ゲティスバーグ方面作戦のその後で、スチュアートを待ち受ける当惑させるような事項の前兆となった。ブランディステーション基金は、ブランディステーション戦場跡を開発から保護するために作られた。クラーク・B・ホールによれば、小さな市民集団が、カルペパーの東部ラッパハノック側のすぐにある小さな家でコーヒーを飲みながら集まった。時の経過とともにこの集まりが400人以上の会員を持つものに成長し、ビジネスパークや競馬場に変えようという試みから戦場跡を救うことやたグラフィティハウスと呼ばれる歴史的建造物の保存の運動の基礎になってきた。1990年、アメリカ合衆国国立公園局がブランディステーションにおける歴史資源の地図を完成し、4つの異なる戦闘場所で1262エーカーの保存を推薦した。2008年、南北戦争保存信託がブランディステーション戦場跡でフリートウッドヒルの上に23エーカーの保存運動を始めた。その後南北戦争保存信託はフリートウッドヒルに次の26エーカーの土地を取得した。その発端以降もブランディステーション戦場跡で973エーカーの保存を働きかけている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。